大西学園生徒会快速不足その13、最後まで諦めるな。あれ普通だ。副会長は治療と。ああそういう解釈ね。ほら、はい、こちらは大西学園生徒会室からお送りするラジオです。本日生徒会室にいるのは私津田貴俊役の浅沼慎太郎と畑蘭子役の新井さとみです。お待ちしておりました待ってましたよこの日。あ本当ですか。あ聞いてましたどうもどうも楽しみにまあひどいラジオですねはい、驚きましたこんなことラジオでやってんのかと驚きました。本当ですよ、もうこれ いろんなものに引っかかると思いますからねもうね、でも僕はちょっと安心してます。新井さんはちょっと安心してます。何何その安心はどこからやってくるの。なんでしょう、あの暴走しないだろうなって。はあ、なるほど。あ、このペースですからね。大丈夫。たしなめるでしょうから。大人ですから。ですよね。はい。はい、というわけで、では始めましょう。アニメ生徒会役員どもが全部わかるラジオ。略して、ゼンダー。まあまあ、聞いてくださってるということなので、はい、Pトークの説明は省きます。あ、はい、わ、はい、かりました。僕らもどこが隠されるのかわかってないので。そうですね。お部屋で。聞いてびっくり。それ隠すのみたい。そうですよね。だから行きましょうか。はい。まずは生徒会ネーム、タブーラマックスさんからいただきました。はい。前段の皆さん、こんにちは。こんにちは。アニメが最終回を迎えてしまいました。ああ、そうですね。2期があればいいなと僕たち生徒会役員どもファンは願ってます。はあ、ありがとうございます。ございます。ちなみに、もし生徒会役員どものキャラを自由に選んでいいと言われたら、どの役をやりたいですか、うん、っていうメールですけれども。うん。なんか、でも僕、役でもうイメージ決まっちゃってるんでね。うん。うん、もう今更動けないわ。動けないですよね。うん。あえて言うとしたら、うん、あえて言うとしたら、どの役。でも、ほとんど女性ですからね。うん、うん、そう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 。そうか、そうか。女性役やるんだったら、浅沼さんどれが、ね、あえて異性の役を。うん、そうそうそう、チャレンジを。ああ、でも、うん、でもやっぱり鈴とかじゃないですかね。ツッコミなんじゃないですかね。そうか、うん、鈴ちゃん、あ、いいな、取られた。なんか気持ちいいもんな、なんかあのツッコミ方が。なんか、みたいな。なんか斜め45度にビャン発射みたいな。確かに、畑さんはボケですもんね。あ、ボケなの？ボケですよ。分かってなかったんですか？分かりませんでしたよ。あら、やだ。完全なるボケですよ、あれは。そっか、ボケだったんだ。うん、あれどうですか？ゆうさんがやってた。あ、先生。横島先生とか。横島、あ、先生もいいな、うん。すごいボケだよな、横島先生は。時折ツッコミもやってましたけどね。ツッコめてないよ、ありゃ。不発に終わってるよ。違うとこで爆破みたいな。まあね。確かに。ねえ。まあそうですね。あとは、うん、他にどんな役が。あ、でも。うん、そうですね。トネさんとか自由にやってるなと。あ、私トネさん羨ましかった。なんか前、うん、修学旅行の回で鶴とかやってたでしょ。やってましたね。私あれやろうと思ってたの。あ、そうなんですか。鶴。そしたらトネさんでーって言われちゃって、あ、しょぼーんってなったの覚えてる。あれがすごい悔しかった。で、音響監督さんも自分で指名したくせに、トネさんがやった途端、そんなもんかみたいな。そう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 、期待外れだったよ、みたいな。あ、私やりたかったの、鶴。いやね、トネさんは全裸でも大人気ですからね。うん、あ、出た。トレジャーハンターとして。ねえ、ね、聞いた。いいな、素敵な名前。トレジャーハンターが、うん、なんかリサイクルショップって感じがする。全然関係ないじゃないですか。えへへへ、すいません。まあ確かにリサイクルしてましたね。あ、トレジャーを。うん、ああ、リサイクル。うん、みんなにドン引かれしてましたけども。うわ、でもリサイクルするものなのあれ。あれ、どうなの、ね、しない方がいいと思いますけどね。ね、やだよ、はい。続きまして。はい。お、じゃあ私読んじゃおうかな。はい、お願いします。はい、ではお次。生徒会ネーム。なんかもう大学受かる気がしなー。頑張ってさんからいただきます。頑張って全裸の皆さん、全裸全裸味噌汁男子モテるのかみたいなお話されてましたね。あ、はいはいはい。私は30歳超えた人大好きでーす。おっとおっさんになったなーとか言ってんのを聞くとドキドキします。うーん、でも味噌汁30歳超えた人に好きだって言われたらこの人ロリコンじゃないかって引いちゃいます。どっちだよ。なんだこの子は身勝手なあ、でもね浅沼さんならいいです。
ちょっと個人情報をぜひ僕に流出してください。ぶわーぶわー、17歳はダメですか？17歳はな。え、何急に。17歳か、半分ですよ僕の。へっ、はっちゃー。そうですよ、半分ですよ17歳。あら、まあ、でも大丈夫、年重ねていけば半分じゃなくなるから。いや今だけ半分なんて。いやずっと半分じゃないですか。あ、そういうことか。割合がね。あ、そういうことか、割合がね。ほら大丈夫、年月が解決してくれる。17歳は厳しいな。そっか。ところでですね、生徒会の皆さんはロリコンって何歳年下からだと思いますか？あー、うん、浅沼さんからしたら17歳はロリコンだね。ですよね。ダメだ俺、うん、一回り下でも、うん、22、うん、ですからね。あ、そっか。でも年齢をこう重ねていけば、うん、例えば僕が、うん、まあ、この17歳で言うとですよ、うん、はいはい、17歳で言うと、うん、僕が44の時に27歳と付き合うとしたら、うんうん、それロリコンなんですかね。ロリコンかな。ロリコンって多分定義がわからないんだ。あれじゃない、女の子の方が10代だったら、ティーン、18歳以下だったらってことじゃないかな。でも、うん、その時男子が22だったらどうするんですか。ロリコンじゃないですよね。難しいんですよ。なんだこれ。じゃあの決めよう、ここで決めよう。マジで。そんな権力あるんですか。私はこのラジオはそんぐらい力がある番組だと思って。なんでそんな絶対の信頼を置いてるんですか。大丈夫だよ、決めちゃおうよ。じゃあ新井さん決めてください。いいよ。じゃあね、はい、じゃあ三沼さんはアウトだから。そうですね、アウトですね。アウトだから女の子はとりあえず18歳以下で。18歳以下で。そう、うん、で男性はね、そうだな、どうしようかな、何を基準にする。おっさんって呼ばれるのって何歳から。男性27、8とかですか。おっさんって呼ばれちゃうの。え、違う、何歳おっさんって。あらさ。07分21秒になりました。突然ですが、生徒会ネームオルトロス飯塚さんからいただいた大人の慣用句、たまには一生。以上、07分21秒の時報でした。アラサーって言うじゃないですか。うん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 、アラウンドか。27、8だと、だって18歳だとしたら、うんうん、女子がね、うんうん、おっさんが、うん、おっさんがじゃねえよ。男が28とかだったら10歳下ですもん。ああ、そうか。もう10歳だともうダメか。ロリコンか。なんか、ロリータコンプレックスの元になった映画。ん？ロリータ。そう、ロリータって映画。はいはいはい、浅沼さん見たことある？あります。あれ、おっさんだったでしょ。もう明らかにおっさんでしょ。じゃあ、決めた！はい。浅沼さん、OK にするよ。なんで ?40 からにしよう。40からにしよう。男性は。うん。ああ、そうなんだ。40にしよう。ダメ。じゃあ僕が、うん、あと6歳、うん、まだ余裕があるよ、ま、10代の子に手出して大丈夫だよ。ダメですよ。ダメですよ。ダメ。あ、ダメなの。じゃあ黙って。それも違うな。ダメ。だからなんかもう大学受かる気がしないさんが、うん、あともうちょっと、うん、そうね、あと3年ですね、20歳になったら認めてもらえる、うんうん、18でも OK だよ。ダメです。ダメだ。いいじゃない、ちょっとぐらいさ、まあ、何なんですかこの。一生懸命付き合わそうとする感じ。まあいいよ、分かったよ、1回目だし浅沼さんに従うよ。はい、はい、分かりましたよ。まあ、じゃあということで、うんうん、40とティーンはダメっていうことですね。ティーンはダメ。はい、そのぐらいでいいんじゃないかな。キーバリ。ダメだと思うけどな。はい、続きまして、はい、生徒会ネーム穴が見つからないさんからいただきました。あー、なんかエッチだな。はい、全裸の皆さん、こんにちは。こんにちは。先日の放送でモテ期について話題が出ていたので、うん、自分もやってみたところ、おーおー、6歳これどうなの、6歳って何これ、うん、21歳、うんうん、47歳でしたと、うんうん、あ、でもいいな、うん、47にもなってモテる意味あるのかって感じです、うん、さらに恋のライバルがなんと親と出ました。いや、親とライバル関係になるってどんな相手だって書いてますけども、うん、まあだから、うん、さっき言ってたそのロリータの定義としては、うんうん、40以上になったら47歳ですからね、うんうん、これで
ティーンと付き合ったらもうえらいこっちゃですよ。そうだ、10代には手出しちゃダメだって。手出しちゃダメですね。全然よくわかんないですけど。わかんないな。47になってモテる意味、うん、あるんじゃないですか。あるある。だって男性はねえ、末永くこう、うん、恋を楽しめそうよ。あ、そうなんですか。そんな気がする。女性よりもなんか長い気がするな。80ぐらいになっても、まあっていうか40いくつでもかっこいい人いっぱいいますからね、うん、全然。もう50前なんてまだ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 これからよお父さん。お父さんねえ、47いいな。でもこれモテるっていうのが、うんうん、わかんないですけど、これ、うんうん、穴が見つからない、もうなんかハンドルネーム言うのもあれだな。あのが言うには、うん、要は不特定多数から好かれるってことに対してモテるって言ってるじゃないですか、うん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 、でもこれ奥さんからモテるっていう意味でもいいわけですよ。ああ、そうね、そうね。だって誰にって書いてない、うん、誰からモテるって書いてない。そっか、だから47になってモテる意味ある、うん、いいな。穴っぺ、穴っぺ、穴っぺって言われてめんどくさいでしょ、長いと。穴っぺでどうだろう。自由すぎるよ。ね、かい。47ね。あ、うん、でも、そういうかっこいいおじさんにはなりたいですよね。うん、ねえ、いいな。浅沼さん大丈夫そうね。何ですか？なんかかわいいおっさんになりそうね。かわいいおっさんってだって今日もさ、ちょっとみんな聞いてよ。チェックのシャツかわいく着ちゃってんだよ。インナーの T シャツは。黄色。黄色。何なんですか。お、すごいぞ、難しいぞ。今日なんか難しいぞ。ねえねえねえ、浅沼さんはちなみにおいくつだったの、はいはい、何がですか。ほら、さっき調べたでしょ、無敵。ああ、そうそうそう、あの調べていただいたんですよ。教えて教えて。僕ね、うん、あの32歳。あ、終わったね。そう、32歳だから2年前ですね、うん、モテた。32歳モテた気はわかんないなぁ、うん、モテてたのかな。気づけないとまた損だね。モテてんのに気づけないって致命的だ、これ。致命的。そしてですね、うん、2回目がなんと34なんですよ、うん、え、今今なんですよ。モテてんの。でも、うん、もしかしたらモテてるのかもしれない。また気づいてない。また気づいてない。いや、うん、なんとなくなんですけど、うん、僕すっごい男性ファンばっかりなんですよ。うん。なんで笑ったんですか。いや、なんで笑う意味はない。あの8割9割男性ファンだったんですが、まあ某アニメでちょっと女性ファンがほんのちょっとですよ、数十パーセント、 20% ぐらい増えた。あ、結構増えたよ。だから今まで 8-2 だったのが 6-4 とかになった。あ、あ、いい割合かも、それって。そうそうそう、だからもしかしてそれを指してるのかもしれない。あ、そうなんだ、はい、そっか、そういうことか。そうなんです。意外と当たってる。え、あともう一個は10年後ですね。10年後、あ、美味しい年になってきたよ。へいいな、44歳44歳ですね。わー、なんか男性で44ってすごくいい年。あと10年か。だけどなんか前もありましたよね、こういうメール。なんか40と、うんうん、あれ違うわ、ひかさちゃんが言ってたのかな、うん、40と20代が流行ってるみたいですよみたいな。ああ、そうかも。男性は、だって、年上の方がなんかもう。13分24秒になりました。突然ですが、生徒会ネーム、切腹黒うさぎさんからいただいた、エロかけ。パンティーとかけて、アジと解く。その心は、紐のもあります。紐のもあります。で、紐のと、紐。以上、13分24秒の時報でした。だって年上の方がなんかモテるって気がする。30からって気がする。だってあれですよ、某ナンザンス、ナンザンス、某あの、うん、のリーダーと、うん、ちゃんがですね、うんうん、なんか熱愛報道って見ましたよ、ニュース。やっぱり、やっぱね、いや、なんか身の回りでもそうだもん。私の身の回りのギャルみんな、男は30からみたいな。俺、そのね、うん、その情報が俺には入ってこないんですけど、ね。なんで今来てるじゃない、浅沼さんや。30からだって、うん、美味しくなってきたじゃない。美味しくなってきました、うん、売れすぎてませんか。大丈夫大丈夫大丈夫、まだね、復習はしないよ。復習してたらもう死にかけですよ。やばいやばい、虫止まっちゃいますよ。え、新井さんはちなみにモテキモテキ聞く聞く聞きます聞きます。私ね、ちょっとしょぼんだな。17、18って。あ、え、17と18。そう、ティーンだよ、ロリコンの頃だよ。え、その頃ってモテました。
モテてたのかな。なんかね、先輩から好きって言われて怖くて机の下に隠れてた思い出が。自信ですか。自信見て、いや来たーみたいな、クイーンと思って隠れてた。それは恥ずかしくてですか。うわ怖くて。なんかその好きって言ってくれた先輩がちょっと私の苦手なタイプで、うわって思って。どんな人だったんですか。なんか数学が得意な。数学が得意な。え？俺。どういうことですか。なんかお勉強のできる人。普通、うん、机の下に隠れるような怖い先輩っつったら、うん、おいちょっとや、あらよお前付き合ってるやつはえんのかやとか、そういう感じじゃない。全く真逆な感じ。メガネをクイッと上げるよ。うん、そう。こうやってた。こうやって鼻の上クイッて上げてた。そういう先輩だった。だから怖くてね、部室の机の下に隠れて。これを聞いてる全国の理系の学生に謝ってください。あ、ごめんなさい。そういう意味じゃないんです。そういう意味じゃないんです。もっと怖い、なんか、部分がいっぱいあったんです。ああ。だから隠れてた。なるほど。それモテてたっていうのかな。でもまあね、でも、告白されてたんですから。うん、そっか。17、18。続きましては。続きましてね。もう笑ってる笑ってる笑ってる。31歳。おっと。うわ、来る。まだだよ。来ますよね。来る来る。これから。じゃあこれ聞いてる人が、もしかしたら来るかもしれません。ははしないでください。なんかね、しかもね、なんかね、理性的なのに感性も優れているところにセクシーさを感じるね、31歳って書いてあった。それはちょっとわかんないですけど。あ、そうですか。ちなみにライバルはペットって書いてあった。飼ってます？ペット犬が一匹。あー、ポメラニアン。今のうちちょっと潰しといた方がいい。確かにね、ちょっとライバル的な感じはあるね。そうですね。あのメス犬。本当のこと言ってんのに、なんだろう、すごいなんか汚い言葉を言ってる。なぜかしら。あのメス犬って。あのメス犬。まあいいでしょうね。まあ1回か31歳かすぐ来るぞ。はい、続きまして、生徒会ネーム呼ばれて飛び出て髪の上さんからいただきました。はい、ありがとうございます。どういうことだ。わかんない。全裸の皆さんこんにちは。こんにちは。TVK アニメ祭りに行ってきました。おーあれですね、高録やってたんですね、ね。うん、ツイッター上で1時間前に高録のお知らせをされるというゲリラ高録には驚きました。むちゃくちゃだな。ピー音なしで繰り広げられるトークは威力抜群で、全裸 T シャツもクオリティが高くとても楽しませていただきました。ただ白石さんの全裸 T シャツが乳首缶バッチ仕様でなかったことだけが残念でなりません。もし次に公録が行われる際はぜひ乳首缶バッチを、いえ他のキャストさんも含めたより激しい公録に期待してます。期待しないでよ。こんなわあ、でもいいな、私も出たかったな。あ、そうですか。僕、実はこの時に呼ばれてはいたんですけれども、京都で別の番組のイベントをしてまして、あ、だから白石くんだったんだ。そんなことないと思いますけど。そんなことないと思いますけどね。本人も言ってた。だろうな、だろうな。それでですね、飛び入りしちゃえばいいじゃんみたいなことで、まあ京都だったんでできなかったんですけど、まあ僕も全裸みたいなのよりもね、偏差値の高い番組のイベントやってるんで邪魔しないでくださいっていうの、そうだよな。これにね、これね、イメージダウンだわ、ね、ビビるやつはね。でね、スタッフさんが用意してくださったんですけど、何この布は。このマジックとか高録の時に使ってた T シャツだっつって、これちょっと広げてみましょう。うわ、手書きだし、何これ、何全裸って全裸、うわ、何これ、手書きだよ。これ誰が書いてたんだろう。プリントとかしてない、汗とか染みて、見てください、背番号書いてますよ。わ、本当だ。314159で大きくパイって書いてます。わ、でちっちゃくおーって書いてるから、おっぱいバカじゃないのか、これも。本当だ、何してたよ。はい、続きましてこれ、うわうわ最低だな、これ。何これ、うわ何このペチャパイ。見てください。そしてちょ、これ見てください。何、毛が生えてる。わ、何これ、リアルな毛書いてあるの。あ、なんだ、植え付けたのかと思った。全裸1919バカだ。うわ。続きまして、これ、わ、これは何、2949希望、希望、肉欲希望、ね、まだ通ってないんだ。これみんなだから背番号書いてるってことですね。なるほどな。
ああ、時報ネタになってる。なるほど。あ、でも、もじゃもじゃ45。うわぁ。しかもさ、ちゃんと書いてるじゃん、これ。わぁ。すげぇな、これ。これ、売ったりしたらいいんじゃない？あ、いいんじゃないですか、これも。あ、ね、プレゼント。プレゼント。でも、誰か一回来てんでしょ、これ。あ、でも、あたしあるよ。本当ですか？あの、なんかね、違う、キングレコードさんの番組で、私、衣装どうしようと思って、白い T シャツ買ってきて、自分で絵描いて、はい、で、なんか、そのまま、これあげるって言って。脱いだやつあげたこと。生着替えじゃないですか。生着替えじゃないけど、とりあえずこそこそ脱いできて汗とかかいてるのに。それあげたんですか。じゃんけん大会でプレゼントしたことある。もらったお客さんはイエーイみたいな。でもあんまりテンション高くなくなんか ありがとうございますみたいな。とりあえずもらっとこうみたいな。あれじゃないですか。でも、うわーって言ったらちょっとなんか、うん、気持ち悪いと思われちゃうからじゃないですか。いやでももっと喜んでほしかったわ。とか書いてたのあげたのに、私身を削ってあげたのに。大丈夫？っていうかキングレコード大丈夫か？21分01秒になりました。突然ですが、生徒会ネームおなもみん C さんからいただいたあそこに響く言葉。駅係員。駅係員。以上21分01秒の時報でした。キングレコード大丈夫か？こんなことばっかしてて。うん、私が自主的にやっちゃったことなの。心配だな、でも。そうですね、もう0721、かわいい子と旅をさせろ。わぁ、なんだこれ。欲望をそのまま T シャツにぶつけた感が。プレゼントすんのはいいけど、これ、うん、着れるんすか？そもそも。ねえ、手書きだし。わぁ、この何、角張ったパイパイ。もう小学生がこれこっそり書くやつじゃないですか。うわーうわー、だから偏差値低いって言ってんだよ。うわーうわー、信頼のブランド正解。なにこれ。うわこれ白石さんが着てた。うわー、ちょっと匂いんじゃないの。嗅いでみますか。え、私が嗅ぐの。やだな。どれ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 。洗ってありそう。なんか普通に洗剤の匂いがする。あ、洗ったんですね。洗ったんですか。洗ってないっていう。白石みのる。あ、でも彼は意外と匂いがないんだね。あ、本当影干し。でも、うん、白石さん、うん、なんかちゃんとイベント用に、うん、こうちゃんとシャツ着てあのネクタイしてきたのに、うん、わざわざこれに着替えたみたいな。そうなの？で、もっとびっくりしたことに、うんうん、ひかささんは、うん、その自分の全裸 T シャツ持ち帰ったそうです、うん。え？家で着てんのかな？寝る時とか、スーパーとかも着てっちゃうのかな？どうすんだろう、もう本当に。わき、それ聞いてみたいな。っていうか、まあね、うん、着て、まあこの時期ですから T シャツ一丁で出てくことはないでしょうけど、うん、一番怖いのはあの、宅ピンとか着た時ですね。ピンポン。ピンポンって来た時に。どんどんなんかちょっと手で押さえながらなんか。思いっきり、全裸って書いてあったらもう。うわ、わ、でも結構さ、まあでもそういうのをちょっと期待してるとこもありますけどね。うん、うん、確かにね。彼女ですからね。変態名。うん。うんうん。うーわ、事務所名を。0716で、内務ネンタープライズって言ってたそうです。ネンタープライズ。違う違う。内務ネンタープライズ。内務ネンタープライズ。うわ、うまいけど。うわ、なんだろう、自虐的に走ってますね。うん、自虐だ。うわあ、そっか、頑張ってんな、ま、その若いのにね。身削ってんな。怖いな。なんか、はい、さてさて、続きまして、うん、じゃあちょっとですね、はい、時報の語呂合わせクイズ。あ、なんか募集してたんですよね、あのネタが切れたっつって、うん、じゃあちょっと行ってみましょうね。はい、こちらはですね、生徒会ネーム赤い清水さんからいただきましたよ。病院行け。10分32分。あ、10分32秒。い、10分。入れ、もうそこでちょっとなんか止まるのもなんだな。うん。続けて。と。わかった。新井さんの役に関係があるって今ヒントが、うん、ほら、畑さんですよ。畑さん、
カシャカシャ。そう。盗撮。そう、盗撮。おお。なるほど。私どう、なるほどね、あ、そっか、盗撮か。へえ。難しいよ。難しい。てか、偉いね。病院行くより、こんなもの考えて。早く病院行ってください。本当です。心配ですよ。はい、続きまして、生徒会ネーム、ヤナッチさんからいただきました。はいはいはい。04分11秒。4分11秒。お。04。惜しい。ヒントが来ますよ。お、うん、読み方ではなく字面を見る。字面？おし、うん、棒2本、ボーボー、おしボーボー。なんだこれ、なんだこれ。あのね、もう偏差値低いな。もうだってさ、いやいやいや、この番組自体がね、しょうがないね。私なんでいつまで雑誌来しくんの T シャツかかってんの。やめて捨ててやった。突然押し、押し、え、棒2本、押し2、押し2、2でもない、2でもない、なんだこれ、1、ひらがなに見えないか、りお、おしり。ああ、11をりと読ませる。なるほどね。なるほどね。ひねってますな。ただラジオで全然伝わらない。はい。はい。皆さんね、また、送ってください。うん。うん、はい。これいいね。はい。ほいほいほい。はい、続きまして。はい。ラジオネーム、クレイジーギターさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。全裸の皆さん、はじめまして、はじめまして。皆さんに質問です。男女の友情ってあり得ると思いますか？ちなみに僕はあり得ないと思います。うん、最初は仲が良くても、所詮男と女、何かのきっかけでどちらかが傾いてしまうと思うんですが、全裸の皆さんはどう思いますか？うん、それでは皆さん、お体に気をつけて頑張ってください。お、ありがとうございます。男女の友情。うん、そうだね。まあ、よく聞く話ですけどね。うん、ですね。どうですか？あ、あると思いますよ。僕もあると思います。うん、ただ、うんうん、ある程度の年齢が経ってからな気がします。うん、うん、そう思います、うん。なんか多分学生の時だと男女で別になんともなくて仲良くしてると、お前ら付き合ってんだろうとか、そうそうそれそれ、周りからの余計なチャチャが入ったり入っちゃうんで ね。なので、うん、例えば、うん、そうですね、うんうん、30過ぎたりとかして、うんうん、こう仕事とかをやってると、うんうん、仕事仲間とかがあるじゃないですか。 あるある、うん、それで仕事の愚痴とかがあったりとかするんです、うん、なんか仕事と生活をこう分けれるようになった年齢から、そうだな、確かに確かに、それから友情とかがあるんじゃないかなと思うんですが、うん、どうでしょうか。お、うん、なんだろう、久々に偏差値の高いようなコメントを残したらなんか気持ち悪いですね。あー、絶対ドッキされてる、やだ、助けて、なんだこのモヤモヤ感は。助けて、このラジオに出たからだ。何これ。はい、というわけで皆様の普通歌を募集しております。それでは生徒会からの報告です。アニメ生徒会役員どもの DVD とブルーレイ6巻が10月27日発売です。第11話から第13話最終回までが収録されています。ちなみに自分が表紙です。変なポーズですいません、お恥ずかしい。どれどれ。ああ、この程度なら恥ずかしくないですよ。あ、そうですか。はい、恥ずかしいというのはこれくらいでないと。ほら、ん、何の写真ってこれ、俺、え、なんでふんどし一丁合成です。とても売れてます。売るなよ。すべての最新情報は公式ホームページでこまめにチェックしてください。公式ホームページは生徒会役員どもで検索するとわかります。
はい、というわけでね、はい、もうあっという間に終わってしまいましたけれども、うん、どうですか、うん、なんかね、やっぱ最後モヤモヤしちゃったな。なんかもっと弾けたかったなと。本当に初めて出た人とは思えないですね。なんかここすごく居心地がいい。あれあれ大丈夫かな。うわー、なんか怖いな。なんかもう一両の暴走機関車が見つけたような気がしますけど。なんか DVD とかブルーレイが出たみたい、うん、出るみたいですけれども、うんうん、これ僕多分、うん、第6巻の、うん、ブルーレイかな、うん、の特典映像だと思うんですけど、僕もインタビュー撮らせてもらって、うん、ふんどしで、いやふんどしではないです。でも、うん、バカバカしいのを撮らせていただきました、ね、うん、これね、僕がこういうの撮りませんか、うん、って言って、うん、なになに、ヒントヒントヒントちょっと欲しい。ヒントですか、うん、うん、そうですね、字幕出ます。字幕なに。まあ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 、ぜひお楽しみいただけます。はい、になる。あのぜひ、うん、お手に取って、ね、見てください。お願いします。はい、はい、あ、というわけで、まあ、ね、うん、うちの生徒会長がバラしたので、うん、バラしますと日本撮りということで、はい、ああ、バラした、はい、まあ、そうだろうね、まあ、そうでしょうね、うん、来週もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけで、それではそろそろ帰りましょうか。そうですね。お相手は津田貴俊役の浅沼慎太郎と畑蘭子役の新井さとみでした。次回の更新は10月20日になります。それでは皆さん、来週も全裸で会いましょう。初めてっぽい。31分50秒になりました。突然ですが、生徒会ネーム早漏にて早漏さんからいただいた大人の慣用句、親の営みこしらず見ちゃダメ。以上、31分50秒の時報でした。見ちゃダメ見ちゃダメ見ちゃダメ。